はい、というわけで今日はですね、はい、歌舞伎町にやってまいりました。イエーイ、超二日酔い。あれ、顔ちょっと今日むくんでない顔。あれ、これは昨日歯ブシ一本飲んで海賊けど今日実はエミリちゃんが、はい、私たちを大変身させてくださって、プロのカメラマンさんに撮ってもらってシュッてなる修正や修正、うん、エミリちゃんお呼びしましょう。はい、お願いします。お願いします。お願いします。はい、今日はエミリちゃんに大変身させてもらおうという企画です。はい、キャバ嬢にちょっと変身させていただきます。お願いします。エミリちゃんにせっかく変身させてもらうんでしたら、売れっ子キャバ嬢みたいな、あー、いいね、感じのちょっと上品なイメージ。そうだね。でもこう皆さん元はめちゃめちゃ可愛いので、すごい可愛くなると思います。おお、メイクもやってくれるんですか。いや、メイクは、はい、全部着替えて最後後にさせてもらってがいいと思います。よろしくお願いします。すごい、すごい、もうさ、入るかな。え、体、来る前にファミチキとおにぎりとパスタ食べちゃいました。結構食べてる。あ、着替えてるところはちょっと、はい、いや、急に急に女優面じゃん。嘘でしょ。え、待って、何、そんな露出、何、おっぱいみんな大きい。やば、嘘でしょ。ちょっとなんかちょっと違う。女子プロレスラー。違うの、違うの、どうやって着るんですか。ここにビーズがついてる。あ、こういうことね。なんだ、あんたのやつ。みんなおっぱい、こういうふうに見る。あ、足元はこれでいいんですか。足元大丈夫そう、これ。足元はこっち見るとあんま分かんない、あんま分かんない、あんま気づかない。じゃあお願いします。お願いします。じゃあ髪とメイクで、ね、メイク、髪と分担して、はい、じゃあマリアちゃんからメイクで、はい、メイクで、あ、じゃあお願いします。髪で、はい、どういう感じがいいですか。髪の毛でも下ろしてる方がいいですか。あ、そうです、ですよね。え、かき揚げかわいい。本当ですか。あ、でもやってました、うん、支えてる時。あ、いいかもしれない。かわいい。いつもの感じじゃない方がいいですよね。確かに。マリアのキャバクラエピソードみたいな、なんか一ネタ。高校を卒業して一番最初にやった仕事がキャバクラだったんですよ。蒲田のキャバクラ。蒲田のキャバクラで、うん、フィリピン人の人が一人いて、うん、そのフィリピン人のお客さん一組しか来ないようなキャバクラだったんですよ。で、なんか外でキャッチとかしてるドレス着てキャッチとかやってたんですよ、なんか。え、無理やろ。そう、ドレス着てキャッチとかやってた。ありますよね。思ったも結構前なんですよ。でも、なんかノルマは、うん、あるわけよ、やっぱり、うん。で、お客さんはそのフィリピン人のお客さん2組ぐらいしか来ないのに、うんうん、それはもうさ、当たり前にさ、ノルマ罰金になるわけよ。うち2ヶ月間働いて給料ゼロ。すごない。でも頑張れた理由が、一番入店するときに店長がドレスを買ってくれたのよ。うちはそれに騙されたのよ。あ、ドレスも買ってくれたし、頑張らなきゃみたいな。どれぐらい働いたの結局。2、3ヶ月働いて給料ゼロ。ボランティア。ボランティア。ボランティアした。あ、いい感じ。超いいピンクな。エミちゃん、ちなみにサウディンではどういう感じで仕上げたいんですか。はい、いや、ちょっと清楚そうに見えて、強そうなシーンがある女性。でもちょっと見た目は、清楚綺麗。なるほど。働いてたことあるんですか。あります、地元でなんです。そうなんですね。結構働いてて、仙台のキャバ嬢。そう、サオリンのキャバクラエピソードないの。うちは、気づいたらトイレで寝てて、うん、外出たら誰もいなくて、うん、で、セコムなっちゃって、え、で誰でもね、気づかれなかったの、トイレで寝てんの。店員さんにも。で、セコムなっちゃってやべえってなって、セコムに来て終わったっていう。仙台、仙台弱いな。弱い。
厳しい。待って待って待って、マリアちゃん何だったっけ。じゃあ3ヶ月働いて3ヶ月無休だったって話。うん、あんじゃないさわり、もうちょっと。嬉しいなぁ。すごい、ね、こうやって話すよね。ちょっとなんかすごく、ヒットランク上に上げて。ちょっとさ、言葉遣いとかもさ、変えてかない。タクシーみたいな。タクシーみたいな。お嬢。こうだって、エミリちゃんってこんなキラキラのさ、つけてるの、さわり、ごめん。あ、つけた、ごめん。ごめん、かたろう。ねえ。一瞬、全部だね。やばい。マリナ、見て。ビーズ。ビーズ。じゃあ、ハンドメイド。ビズ。あ、そうなんだ。お手入れで認め600円。ねえ、ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。かわいい。めちゃくちゃ素人みたいな。最後にアリアリナさんですよね。なんでみんなゴムこうやってつけるんですか。ゴムゴムゴム、はいね。でもこれ結構大事だよ。ちなみにみんなそれぞれキャバクラの思い出語ってきたけど、アリシャはありますか？私ですか？あ、もう大丈夫です。ない。ないね。それはないね。働いたことない。ないね。完成でーす。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、なんか別人だ。ありがとうございます。今日も、今日も気合い入れて。はい。はい、今日も気合い入れて。頑張っていきましょう。いただきたいと思います。サオリ行きます。サオリじゃあ、はい、現地な考えながら、現地な考えながら、撮りながら現地な考えながら、ちょっとどんな感じかなみたいな、イメージを見ながら、OK、そうです、6分のディオ、 OK、 いかんし、そうです、よーい、手、キーラちゃん、手、手入っちゃうと、手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 
余計こうやって見れるから普通見れないですよね。見れないからどこ消されてるのかも気づかないまま綺麗になったのが上がってくるから今日漏れたやんみたいなね、予習せよ。そうで、それで過信しちゃって手絡めてるしながら、ね、現実を突きつけるって大事です。いやでもその通りじゃない、まあ残れないよね、うん。おお、上が壁が動いたよ。え、ハゲ知らずじゃないですか。ハゲ知らずです。え、すごい。え、まつげ重なってるんですか。おお、細かい、すごい。すごい、増えてるんですか、今増えてる、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 怖い。ちょっと引いてみて、リフォーやってください。リフォー、リフォーやってください。ちょいちょい日本日本みたいな。あれ元気あるね。元気ある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 。めっちゃ信頼よ。え、これもうちょっとエラい期待しますか。エラを。可愛くないですか。え、これですか。え、なんかこうなりたいです。可愛い。美人な人はちゃんとエラありますよ。そうなの。エラがね、ない。エラはちゃんと残しておいた方がいいって言われる。そうなの。骨が見える。あ、じゃあ。じゃあとか言って。やりすぎるとやばすぎる。これすごい。これは早っ。てか早っ。確かに早くないですか。すごいです。あ、大丈夫。ありがとうございます。な、何かが変わったって感じ。なんかどこを大きく変えたとかちょっと分かんないけど、うん、何かが変わってめちゃくちゃ可愛くなった。何を変えたの。え、何が違うんだろう。何だろう。口変わったから。口変わりましたよね。一瞬でしまって、ちょっとがだね。ちょっとが多分口のここのシワがなくなったのがでかいかも。あ、ね、ほらここのシワ、ここのシワがなくなったの。本当だ。ここから。え、何ですか。何ですか。ここがポイントかな。結構下がり気味になるんだよね。上がってるわ。うわ、全然。あ、でもあんま変わってないね。そんなもん忘れてた。ウエストぐらいじゃないかな、すごい変わったの。痩せるとそうなるんですね。なるほど。ここ気になるとこ。明日まつげやった。明日まつげないんですよ、私。え、そう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 。でしょ。あそこもないんですよね。だからもうマスカラどころの騒ぎじゃないから、もう書くしかないっていう。ありがとうございます。大丈夫です。すごいね。いいんじゃないでしょ。はい、というわけで完成したようなんですけども。はい。すごい。はい。すごすぎる、本当に。ここに出しますか、じゃあ。はい。はい。せーの、ドン。こちらになります。すごい。テーマがそれぞれ違う。違う。コナンさん、アリリケさん、テキーラ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 、テキーラ、テキーラ、すごいね。ポスターにして、あの MTG の方に貼りたいなって思いますので、あのぜひ見に来てください。見に来てください。はい、そうだそうだ。で、3人撮ったやつはあのオリシャンって言って、はい、あのバーで出すシャンパンの画像になります。それは私たちまだ見てないんで、あの実際にどうなるかっていうのはボトルに入れたいですね。はい。使いたいですね。ね。シャンパン入れたら。なんでいろいろちょっと使われると思うんで楽しみにしてください。ゆみちゃんありがとうございました。ありがとうございました。いろいろ考えてくれてね。はい。なんか3人の仲の良さがすごい素敵だなと思います。ありがとうございました。1, 2, 3!